すれ違う時の中であなたと巡り合えたや癖が強い。お、どうも、福友になるかやです。どうも、やっきーです。はい、というわけで、混ぜてみたシリーズ。でも意外といけるんじゃないかなっていう組み合わせ。じゃあちょっと紹介してください。これイカの塩辛。普通に美味しそうですよね。と、牛乳。まあ、低脂肪。はいね。これをもう自分で買ってきてミックスで混ぜるんですか？いや、どうしようかなと思って。じゃあ、早速用意していきましょう。まずこの塩辛。もう全部いく感じですか？全部いく？半分くらい一応、3分くらいして、ちょっと怖いからね。怖いからね。あのね、こういう感じね。そういう感じね。これを適量。全部やっちゃうとね。半分くらい。ちなみになんですけど、今まで混ぜてきたものはちょっと全部食べてますんで。はい。結構いったな、これ。結構いったね。ちょっとしょっぱい。普通に美味しい。うまっ。うまい。うん。うまい。ここに。入れていくと。牛乳を入れていくと低脂肪ですかね、それ。どうですか、匂いは。臭い。いや、気持ち悪いな。ここはガップのこの目を見ましょう。どこでしょう。いやー、結構かき回していきましょう。まろやかにはなりそう。こんな感じですね。ハートマークです。匂いはあんま変わんない。匂いはちょっと送信させていただいていいですか？まあ、ちょっと薄まったよね。なんか、あれフルーティーじゃない？ちょっとフルーティーではないだろう。ちょっと全然変わらない。ちょっと多くていいじゃん。全然変わらない。やっぱ塩辛いのかかっちゃう。なるほどね。うん、全然変わんない。次がお掃除改善に役立つということで。なるほど。いっちゃいましょう。おお。何ヨーグルトっすね、これは。結構いい匂いだな。やばいな、これはやばい気配する。しばらくちょっとかきましてつけとかなきゃダメかもしれない。でもなんか青りんごの匂いに変わった。なぜかフルーティーになりました。フルーティスティーですね。フルーティスティー。これで置きます。5分ぐらい置きますか？そうですね。5分経ちました。というわけで、いや、いかないです。この液体が取れてきてる感じは見事にまずいてる。まずい。いや、やばこれ。でもなんか一瞬は過ぎる、のぼぼと過ぎればみたいな感じあるね。一瞬だけだわ、やばい。一口目というか、この口に入れた瞬間のこのヨーグルトの臭さとこのイカの生臭さみたいのが確かにね、悪くない。インパクトがまずい。だから塩辛の後の味がより一層うまく感じるというか。確かに確かに。あとこれあれかもしれない。いくな。意外とあれ結構嫌だぞ。うえあ、これうわこれ噛むとさ、出てくんじゃん、このビリックスが。そうっすね。ジュワって。まず恒例のこの出汁を飲むということでね。あっ着々と飲んでるんですけどやばい。気持ち悪い。飲むヨーグルト。くせえ、くせえけどな。何も来ない。ちょっとしょっぱくなった飲むヨーグルト。ガチいな。というわけで、じゃあ